ノコギリクワガタの幼虫のオスとメスの見分け方を教えてくださいっていう質問です。どうなんだで、あんまりメス派とかわかんないんですよね。やっぱり自分は頭張ってみるかな。頭幅ですか。頭幅でやっぱり見ちゃうかなと思うんですよね。私あのオレンジの斑点でまだ見てる。あれって本当に合ってます？だってオレンジで見たやつで、まあこれノコギリじゃないんですけど、オオクワの時だったんですけど、うん、オレンジが確実に見えたやつがいて、それ、うん、あこれメスだと思ってそんなに大きいやつに入れなかったんですよ。こいつら、はい、オスが浮かしてきた時が何回もあったんですよ。それが。まあ 70% ぐらいは当たるけど、はい、80% ぐらいは当たるけど、20% ぐらいは、だからあんまり、あの卵巣っていうやつって、あんまり俺は手にしてないんですよね。意外に。いや、でも顎も難しくないですか？顎も簡単ですか？顎っていうか、頭幅ね。あの頭幅、うん、これね。でも慣れてるからね、俺はね。だから、大体の、何頭もいたらさ、確実に違うやつってあるんすよ。まあ、そうですね、確実に。幼虫が例えば、1頭しか取れなかったらもう比べようがないけど、うん、5頭ぐらいいたら、こうやってちょっと見比べてみてください。それやっぱり、大幅が微妙に違うやつっていうのがあるんすよね。だから、そこ辺でも見比べるのが、まあ一番いいのかなって。思いますけどね。ああ、頭幅か。あ、あとはもう、毎回言いますけど、生物学。YouTube で見れたのはここまで。続きは Facebook グループ、月夜の記録園クワカブ広場で視聴ができます。クワカブ広場に会員登録すると、名人師範のクワカブ飼育相談室のフルバージョンの視聴はもちろん、リアルタイムで師範さんに質問ができちゃいます。そしてさらにですね、クワカブを買ったり、売ったり、あげたり、交換することもできちゃうんです。クワカボファンとしても交流ができますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。月額640円です。詳しくは概要欄へ。